アメリカミニブタ協会によるミニブタ等級の模式図。成熟時に全肩部の高さ20インチ未満ものと定義している。ミニブタとは実験動物、愛玩動物として小型に品種改良した豚のこと。品種名ではない。ミニブタに規定はなく、一般的には2 0 0ラム以上になる家畜用豚と比較して小型のものをミニブタと呼んでいる。 豚としてミニであっても体重は概ね40から70キログラムあり100キログラム以上に育つ個体もある。もともと家畜として飼われていた豚の小型のものと交雑によって作られた種類とがある。交雑種は主に実験動物用に開発されたものである。代表的な品種であるゲッチンゲンミニ豚はドイツのランドレース種と ベトナムポットベリーとミネソタミニブタの交配種である。アメリカ、イギリス、ドイツ、オーストラリア、日本などでペットとして飼われているミニブタは、ほとんどがベトナムを起源とし、ヨーロッパ、アメリカ、日本に輸入されたポットベリーピッグであり、ドイツで開発されたゲッピンゲンの血を引くものと思われるものもある。実験動物としてのミニブタは、 世界各地で開発され、現在数十種あると思われ、そのほとんどが、ポットベリーと他の小型種や、経済豚との交雑によって得られている。ポットベリーピッグ、または、ポットベリースワインという場合、ベトナム在来種の一種の育種を表している場合と、ベトナム及び、市内半島に生育した、太古原なり状の小型在来種のグループ全体を、表す場合がある。 ポットベリーと呼ばれる、ベトナム近郊の小型タイコハラナリ状在来種は、現地調査によれば、約14種ほど、発見されている。日本に輸入された、キースコネル系統やキースリービット系統の交雑種が、これらベトナム古来在来小型太古服グループである、意味のポットベリーの、どの品種の交雑種なのかは、今のところ詳しく判明していない。ミニ豚よりさらに小型に、 品種改良されたマイクロ豚も存在する。経済豚の飼育ブ豚の餌は6ヶ月で効率的に成長させるものであり、繁殖豚の餌は効率的に小豚を生産するためのものである。15年程度健康に飼育するペットのミニ豚の餌とは発想が異なる。ミニ豚は実験動物として飼育されるところから、 健康的でなくてはならないため、いたずらに肥育させないよう考慮し、動物実験に適した餌が開発されている。日本では、飼料メーカー数社が生産している。ミニ豚用の餌として、ドッグフードはミニ豚用の餌に近いと言われるが、雑食性の豚にとっては足りない、栄養素もあり適さない。ドッグフードを長期にわたって与え続ければ、 人間の生活習慣病のような病気を発症する可能性もある。特に元々肥満系であるポットベリー種のミニブタでは循環器、足の関節への影響は甚大である。実験動物のような閉鎖的環境で飼わないペット豚はフード以外にも野菜や果物などを適宜与えることが望ましい。アメリカを主としてミニブタがペットとして愛玩されている。 ほとんどは、ポットベリードピッグと呼ばれる小型の豚である。この種の豚は、1950年に、フランス人がベトナムからヨーロッパに運び、動物園で、初めて展示された。その子孫の18頭が1985年、カナダ人のキース・コネルにより、カナダに輸入されてからこれらの子孫が、アメリカ合衆国に輸入された。これらの子孫は、コネル系統と言われる。 その後数年間にわたって若干の他のポットベリーのグループが中国、イギリス、スウェーデン、ドイツから輸入された。その中でキース・リービットの輸入したグループはリー系統と言われ、この2系統が今日アメリカにおいて決闘が証明される2大系統である。コネル系統は花が短くパブオをしており、リー系統は花がやや長かったと言われている。 日本のペットのミニブタは20年前にアメリカから輸入されたものである。日本で最初に飼われていたのは徳島県でアワワという徳島県のタウン情報誌のほかメディアを通じ全国的に広まった。体型から見るとコネル系統トリー系統及びその交雑種と思われるだけでなくいずれにも似ていない個体も散見される。中にはゲッピン,ゲンと称して販売されている。 ミニブタも存在するが、血統書もなく審議は不明である。ミニブタの諸葛官庁は曖昧である。農林水産省の広報によると、法定伝染病にかかれば農林水産省の管轄になりますが、正直なところ、豚をペットで飼うことは考えられなかったという。鳥を愛玩用に飼育、繁殖させれば養鶏の扱いになるが、 ミニ豚の飼育については観光庁によって曖昧であり、自治体によって扱いが異なる。白地に黒縁のスウェディッシュホワイト。体重約 30kg。ありがとうございます。